さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気にします。元気にします。さて、はい、お二人、お医者さんといえば、お医者さんといえばもう病気を治してくれるそういうことですか。わからん僕は痛いところを治してもらうとかね。まあそうですよね。もう塗ってもらう、くっつけてもらう、全部やってきました。そうですよ。あのなんか賢くて真面目でとか、そういうイメージもありますが、はい、そこで今回ご紹介するのは、はい、そんなお医者様になるため医学部合格への道を指導しています、こちらの企業様です。子供の頃に夢見た憧れの職業、スポーツ選手や芸能人、そして医師という仕事もまた多くの志願者を集める人気の職業である。しかし高まる人気の一方で、志願する者にとっての道はさらに険しくなり、徹底的な知識やノウハウの習得はもはや避けては通れない課題となっていた。そんな悩める受験生たちから未来の医療現場を支える人材へと、目指すべきゴールへ誘い続ける男がここにいる。 TMPS 医学館代表取締役長澤清。医学部受験に特化した予備校として数多くの卒業生を輩出してきた TMPS 医学館では、代表を務める長澤をはじめ各分野に精通した講師が集まり、将来の夢に向かう生徒たちを徹底サポート。型にはめない教育方針が打ち出す綿密に計算された授業内容のもと、合格への道を照らし続けている。今回は医学部合格請負人長澤清をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。何年ぐらいなんですか。今これで1年になります。丸11年になります。でも実際に講師がみんな集まって、はい、長澤さんやってよって言って乗っちゃって、じゃあやるかって始めたんですね、はい、大学院出てから国立の感染研って、今例えば何だろう、エボラ出血熱とか感染症ですね。だから普通 のウイルス感染もみんなそうですよね、はい、でそういうところを研究所にいて、で病原菌の研究を当時は必死になって顕微鏡をやっぱり十何時間こう見てたんですよ。それでたまたまボスが、まあ、東大のドクターだったんですけど、ボスがお前もちょっとこの本書いてみろと言われたんで、食中毒と何でしたっけ、食品衛生法かなんかと書かれあることかな、それをちょっと一緒にこう執筆したらば、大学で教えてくれないかっていうことで、それで大学を教えるようになったんです。で大学を教えるようになって、専門学校も教えて、ついでに予備校も教え出したんです。出版したのも31ぐらいのところ で大学でもって、大学専門学校予備校とやったのが、大体35ぐらいです。今でもね、今の男の子の父親から電話入ってね、今です、今の話ですよ、電話入って、うちの息子20年間怒ったこと一回もないので、絶対に怒んないでください、それは愛情かいって僕思うんですよ。思いません、そんな、だからそういう育ちなんだね。ちょっと考えられないです。だってこの子に一生懸命なればできなきゃ何やってんだと、まあもちろん声ぐらい荒げるでしょうと、怒んないでくれって言うんですよ。おかしいじゃないですか。なるほど、しつけじゃないですよね。それはね、どうなんか分からないですよ。だから逆にそういうことを味わってないと、僕なんかはかわいそうだと思います。そうそうですよね。かわいそうだと思う。本当そう思いますよ。予備校なのにベンツに乗っかってですね、それでゴールド、親のゴールドカードを持って、みんなでもって食べに行こうとか飲みに行こうってやるんですよ。おい呼んで、もう来んじゃない、出ていけお前みたいなさ、そういうのはザラなんですよ。それはすっごいですよ。あまりにも親と子供の関係がひどいんで、よし、そんならと思ったんですよ。だから先生はもうそこになるべくしてね、適任適所でもバラッとそこに神様が世直しって言ってそういうことでしょ。いや恥ずかしい、そんなもんではないんだけど、でも本当に、はい、まあ自分がそういうのと関係あったってことと、医学部に行くという、予備校生が意外とダメなやつが多くてですね、はい、このダメなやつもさることながら、まず世間的にちょっと不公平になっている、要するに私立はお金がもう、はい、高すぎる。そうです、4、5千万から多く近いんですよ、卒業するまでに。
ちなみにこの長澤先生、金髪に、ね、なぜされてるんですか？はい、これはね、卒業生がね、はい、まあ、僕のところ出た卒業生がいっぱいいるんですけどね、その卒業生がバンドを組んでいて、長澤先生一緒にやりませんかって言われたのがきっかけなんですよ。あ、やっぱバンドですか、やっぱり。そうなんですよ、バンドをするから金髪に。そうそう、それでね、はい、言ってて一緒にやり始めたんだけど、先生の卒業生が集まってくるのたくさんお金が入るから先生来てよっていう、もう目的そこなんですよ、はい、でその頭黒い頭変えようよって、じゃあ金にしようよって言われて、と思ったんだけど、先生耳にも穴開けちゃうよって言われて、ついつい調子、じゃあやってくれっつって調子に乗っかって今日に至るんですね。なんと素直な先生。20年。20年です。20年。なんかちょっと噂によると、あの長澤先生はなんか授業料が一銭もなくて、そういった、まあ、なんかその、うん、生徒さんを合格させたというか、うん、それはだから、あの、はい、サラリーマンでそれこそ私立に行くなんてのはお金がなくて行けないんですよ。今言ったように4000万5000万から1億なったら無理なんですよ。じゃあそういう子が諦めるのかってかわいそうじゃないです か、はい、だか少なくとも僕のところに行きたいそういう子でもって、いや先生お金払えないんですって言ったものに、じゃあそれでそうですか残念ですねって言えるわけないでしょ。で僕のと4月に来てたんだけど、1ヶ月ぐらいしたらお母さんとその息子さんと来て、で申し訳ない長澤先生辞めさせていただきますとか、どうしたんですか、いやいや事情を話してください、いやちょっと待って事情を話してって言ったらば、いや実は、旦那がこうこうこうしていなくなっちゃったと、私ももう収入権がないんで働かざるを得ないんですよ、すいませんだからこの子には医者を諦めろ、医者を諦めろと、そう言ったんですって言って、僕もため息ね、人の家庭のことでしょう、環境ですもんね、それはなんとかね、うん、で立って二人してありがとうございましたって言いそうになったのさ、そうですかって言えないじゃないですか、ちょっと待って、ちょっとお母さんちょっと待って、ほらお前本当に医者になる気あるのか、医者になりたいのかって言ったらね、でポロポロ、わもうダメだわ、俺もそんなの見ちゃったら、お母さん俺預かるこいつ、うん、それで預かって、それで、あのその子がね、あのお母さんそれまでに入学金で頑張って貯めといてよ、たらね、僕のね、あの職員がね、あの結婚費用を貯めた女の子がね、私のお金も使っていいって言い出した、そんなことまで言ってくれて、で結局でも成績悪かったんで、成績悪かった、そうそう悪かった悪かったの、だから3浪ぐらいしたかな、3浪面倒見てあげて、で卒業して受かったんですよ、受かったの、そしたらお母さん腰抜けちゃって、で電話来た時今まで覚えてる、うううって言う、先生先生って何言ってどうしたんですかって、受かりましたっていうね、お母さんからの電話に、まあお母さんもボロボロ、僕も思わず泣いちゃいましたね。そんな TMPS 医学館の気になるカリキュラムについて聞いてみた。まあ、あのだいたい偏差値の低い子が多いんで、うん、基本ができてないと、基本心が曲がってる、基本ができてないというパターンが多いですから、まず一緒に生活したり、はい、心を開かせることと、はい、それからあの基本ではもうただの授業やるんです、はい、ね、あのただやってるからともかく、はい、あの企画の中で払えばこれでいくらってなります、どこだってどこの予備校でも、はいはい、以外でもってここでただの非属からこれでもかってやらせるんです。であとくっついても単語、はい、さっき何個覚えた、50個覚えた、よしじゃあチェックしようと、もうすぐその場で持って、はい、すぐやる、やらせる、もう身につけさせちゃう、すぐその場じゃなくてダメです。 TMPS 医学部さんのその24時間、医学館さんな、医学館さんの、あのあ、それはね、24時間っていうのは、はい、それ自習室開けてるっていうだけで、そういう意味で、そういう意味で24時間、うん、つまり、はい、10時になったら閉めますから出てってよ、はい、朝は8時から開館だからっていうことじゃなくて、はい、まあ勉強したい時は夜遅くもできるし朝早くもできるよっていう意味でやってるんで、はい、うん、あのまあそういう特別な子っていう、うん、特別な子っていうか、まあ、苦しんでる子には僕が、まあ、あ声をかけて一緒に、成長しようよという、まあ、僕も僕のことをそうだそうだって言ってる職員が集まってるんで、はい、みんなそんなつもりでやってるんですけどね、そこら辺が嬉しいです。さらに TMPS 医学館では独自の取り組みを行っている。予備校というだけあって、その夏季合宿とかっていうのもやったりしてるんですか？もちろんです、はい、あのさっき言ったように、あのやっぱり心をまず、心がねそっぽ向いたらね、言うこと聞いてくれません、やっぱり、うん、先生よく教えてよっていう関係ができると、はい、すごく能率よく、はい、だからいろんな先生にぶつけておいて、はい、会った先生をうまくこうくっつけてあげて、はい、そして、あ、なるほど、そうですそうです、それを真っ先にやるんです。なるほど。
ほど。あった先生をね、そうです、くっつけるんです。これの見極め向上します。それって合宿をすることで分かったんですか。それが一番早いんですよ、実は。そうなんですね。実は早いんです。寝食ともにするってやつ。そうです、全くそうと、同じ釜の飯を食うってもう僕らのね、上の時代からもうそう言ってんじゃない。本当にそうですよ、最初から本当におっしゃってる、まあ、家にもう一緒に住むっていうのがまさに、まあ、それが一番分かりやすいってことですね。そうです、そうです、本当にそうです。そこまでなんかやる必要ってあるんですかね。あ、なるほどね。その、まあ、なるほどね。もちろんまあ嬉しいですけど、まあ、やりたいだけなんですよ、はい、要は大学を教えるようになってから、はい、生徒と接して生徒と先生と立場になった時に、うん、やっぱり自分の授業を一生懸命聞いてほしい、はい、自分を教えて聞いてほしいためには魅力的にしなきゃいけないってい う, こ う, う、ね、相乗作用でもって、うんうんうん、魅力的ですよ。いやどんどん、そで生徒とも関わるんで、はい、このバンドも一緒にやってみたとか、うん、全部僕にとっては挑戦だったし、それがまさにコミュニケーションというか、そうですよね、コミュニケーション、コミュニケーション、よく若い人と喋ってる時に、君はそのいいとか悪いとかどっからか感じたの、でそのなぜそう思ったのか教えてっていうようなことから、あの夜中徹して喋るんですよ。そうするとね、その子なりに一生懸命ね喋ってくれるんです。一生懸命僕はこういうふうに感じるんだとか言うんです。で自分の正直なあれが出せるんですよね、先生の前でね。そうなんです。でそれを今まで親は聞いてくれてないから、そうなんです、ね、先生が唯一聞いてくれたからそこに響いていくわけだから、まさしくそうなんだよな。まさしくそうです、情熱と信念の熱い指導で生徒たちの将来をサポートし続ける長澤清。そんな男が掲げる今後の展望とは。世の中の数勢として、その私の子供見てっていう人が多すぎちゃって、私の子供みんな私の子供って言うんですよ。だから中学校ぐらいから全部個別予備校になってる。あれも変ですよ。集団授業ができないってのも変ですよ。協調性がないとかね、一人にこもると嬉しいとか、妙なものを生み出してますよ。あれもなんか悔しいんだけど、でもいわゆるその小規模展開はしていくつもりです。まだね、68歳でもうちょっと10年ぐらい頑張らせてもらいたいな。いや若いし、ね、いつ年取るのか、ね、もう楽しすぎて、もう本当にね、あっという間にもう時間がもう過ぎてっていっちゃうんです。そんな男が胸に留めた格言とは。僕はね、外に生徒に向かってはね、ともかく生き生きと生きろ、すべて真に耐えざらんとほすというね、どんなたとえ家族がね、天に召されたとしても、なんかいろんな事故があったって悲しいことが起きたとしても、でもそれを全部正面で受けようよと、逃げんじゃない、泣きながら行こうよ、これが僕すごく残ってて、そういう自分ではそう思ってますね、泣きながら耐えようと、そういうふうに行きたいですね、自分ではね。いや、それが人間であって人生かもしれないですよね、本当にね。いや、今日は素敵な話をどうもありがとうございました。申し訳ないです。申し訳ございません。勉強になりました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業さんなんですが、お二人はプレミアムといえば、プレミアム、プレミアムなんとかなんとかドリンクとかさ、プレミアムね、特別なのもね、そうですね、高級感がね、はい、ありますよね、はい、はい、そこでですね、はい、今回ご紹介するのは、はい、信州長野でプレミアムリノベーションを行っています、こちらの企業様です。私たちの暮らしの支えとなり、決して欠かすことのできない住まい、それはたくさんの時間を共に過ごし、数多くの思い出を作り出すかけがえのない場所としてもあり続けている。そんな魅力あふれる生活の彩りとして、誰もが望む豊かな暮らしを実現し続ける男がここにいる。株式会社ラ・アトレ代表取締役社長脇田栄一。
平成2年の設立からおよそ26年、全国各地へと不動産ビジネスを展開し続ける株式会社ラ・アトレでは、常に新しい価値を生み出す多様化をテーマに、都心の一等地に構える物件だけでなく、地方の土地建物の再生まで、商業施設や分譲マンション、さらには収益不動産開発といった3本の柱を軸に、既成概念にとらわれないビジネスへ挑戦を続けている。今回は脇田栄一をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。株式会社ラ・アトレ代表取締役社長脇田栄一様にお越しいただきました。どのような物件を取り扱ってるんですか？はい、設立、26年前の設立当初はですね、世の中非常にバブルの時代でしたが、私どもはまだ設立したばかりはまだそれほど力がなかったんで、現在は非常にこう、なんていうんですかね、業界では流星を誇っております個別リノベーションマンションということでですね、個別リノベーション、はい、一個一個マンションを仕込みまして、リノベーションしてお客様に販売するという、こういった事業をしておりました。はい、なるほど。現在はもう個別リノベーション、はい、現在も事業の柱の一つとして、おかげさまで10年前に、東証の方に上場させていただきましたので、それからは総合不動産会社として、あらゆる不動産事業のメニューを行っております。なるほど、はい、さらにそういう強み、強みだねこれはね、はい、設立当初からやはり事業の多角化ということを、はい、ずっと続けておりまして、脱特化全方位ということは、先ほど申し上げました通り、新築の分譲マンションだけではなくですね、はい、中古のリノベーションであったりとか、不動産賃貸業、また商業施設の開発とかですね、あらゆるその不動産に関わる事業を行っていくと、これが私ども の会社の一つの戦略でして、景気の波の、それぞれの業態がですね、不景気な時でも違う業態で、会社を伸ばしていくというところで、脱特化戦略ということを行っております。プレミアムリノベーションという、はいはいはい、それはどういった物件なんですか？はい、私どもの会社を、の代名詞のような、一つの商品でして、はい、創業当時から、リノベーションマンションというのを行ってきておったんですが、今私どもが注力しているのは、都心の一等地、都心3区を中心にしてですね、駅からの利便性高く、また広さがですね、80平米100平米と、中にはもっと広いものを中心として、価格帯も8000万から1億、もしくはそれを超える価格帯というもので、非常にその何て言うんですかね、豪華絢爛な内装ということではなくですね、上質な長期的なその飽きのこない、皆さんに楽しんでもらえる住宅を供給しております。都心の立地で広さは100平方メートル以上などワンランク上のリノベーション住宅の特徴を持つプレミアムリノベーション、この事業が持つさらなる強みについて聞いてみた。先ほどもちょっとお伺いしたんですが、都心の立地で、プレミアム、はい、そのリノベーションというので、その主な特徴っていうのはどういった部分なんですか？はい、私どもの その業界で、それぞれの会社でいろんな商品を供給していますが、はい、私どもは先ほど申し上げた通り、なるべく他がやらないこと、はい、それからちょっと時代のちょっと3歩先を行こうというところで、私どもが扱っているものは築年数が、築30年40年と古いんですが、はい、場所が非常にいいロケーションであるとこういうことで、商品はその5年10年経ちますと古くなるんですけれども、はい、ロケーションというのはなかなか駅が動くということはありませんので、はい、ですから、そこに注目しまして、私どもの商品というのは、常にロケーションまず第一、はい、それから眺望であったりとか、はい、でそれとやはり広さ、これは広さというのはやはり変えられないものなので、これを提供してお客様に長く楽しんでいただこうと、このように考えております。これまでに扱ったその プレミアムリノベーション物件というのはどのくらいあるんですか？はいはい、26年で、だいたい2000戸ほど供給しております。はい、それも都心で
はい、そうですね、創業当時はですね1都3県、はい、広いエリアでやっておりまして、はい、供給個数も非常に多かったんですが、この4、5年のトレンドとしましては、都心中心に絞ってですね、はい、他が供給しないものということで物件を大型化すると、まあ、ということで、供給個数もだいぶ大型化、はい、絞ってきております。はい、さらに現在都内だけでなく地方物件の事業も展開するラ・アトレ、その狙いについて聞いてみた。東京以外には今私ども、支店は札幌、それから長野県の松本、大阪、福岡という状況にありますが、はい、新築の分譲マンションに関しましては、今長野県の松本と、福岡の方に今展開しております。これまたなんかその、ね、都心の一等地でその物件を扱っていたその株式会社ラ・アトレさんがなぜその長野県だったんですか？はい、一つはですね、やはり当社今中古に関してはそういうプレミアムリノベーションということを供給させていただいておりますが、新築の分譲マンションでもですね、やはり同業他社もしくは大手さんがやらないことをやっていこうということをやはり私どもの企業活動の一つの目標にしておりますので、そういった中で長野県の松本市というのは非常に環境も良くですね、用地もですね、広大な用地が確保できると、そういったところにその他にはない企画商品を供給したいということで支店を設置いたしました。この長野県の、ね、物件、これ開発のポイントというか物件、はい、今申し上げました通りですね、はい、敷地はそういった形で、フィールドの 1.6 倍ということなんですが、やはりその広さだけではなくてですね、一個一個の広さもですね、全戸80平米以上の広さと、はい、大きいそうね、見ててね、なんかもうすごい贅沢で住みたいね、長野県本当にね、お水も美味しいですし、はい、ね、食べ物もすごく美味しい、松本城なんてね、これあったよ、もうこれね、ヒルサイドポジションってね、高台にございますので、眺望も非常によくですね、松本城より高いポジションにありますんで、いいんですか、はい、見下ろしてですね、はい、何階建てなんですか？はい、この広大な敷地の中にですね、3階建てで、3階建てで、はい、すごい、ね、今もうみんなが憧れるっていうか、はい、高台の低層ってね、はい、本当に、あ、なるほど、うん、あ、そうかそうか、今都心でもね大人気ですよね。いいね、すごい、こういうの見てるの楽しいからね、進めといてねこれね、お部屋のね、素晴らしいわ。そしてこの物件にはラ・アトレならではのある特徴が存在していた。こだわりがありそうですね、これやっぱり高級、ね、はい、高級志向だな、はい、やはり、松本市、市随一の、高級住宅街と言われてます、はい、有ヶ崎台に供給させていただいておりますので、やはり上質なその長期的な、はい、満足感を持っていただくものということが一つと、はい、あとやはり今回長野県に支店を出させていただいて一番の目的はですね、日本で初めての全部屋にですね、太陽光の発電のシステムをつけているということが、今回特徴でして、でこれはなかなかやはり都内近郊ではですね、建物はやはり8階建て10階建てということで、ましてサッカーフィールドのような敷地は確保するのは難しいと、そうでしょう、はい、いう状況下においてですね、この長野県の松本市でかつ高台で、周りにその火を遮るものがないと、こういう環境にこだわってですね、はい、全戸太陽光パネル標準装備のマンションというのを、チャレンジしてみた。エコでもあるぞみたいな、はい、電気代が発電の売電でですね、はい、年間の電気代の負担がゼロになるということで、今昨今よく出ておりますゼロエネルギー住宅の、はい、一つの形をマンションで、提案していこうということで、チャレンジいたしました。豊かで魅力のある暮らしを目指し、人そして環境に優しい物件を築き続ける脇田栄一、そんな男が見据える今後の展望とは。
不動産会社としまして、新築の分譲マンションだけではなくですね、やはり社会のストック、これを再生していくということで、再生不動産、ここにやはりこだわってですね、魅力あるまちづくりに邁進していきたいなと、このように考えております。素敵なものが欲しいよね。そうですよね。身につけたい、そこに住みたい、はい、乗りたいとかみんなあるね、人間はね。本当に最初もねおっしゃってました、その3本の柱を守りつつ、どん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 展開していくっていうところで ね、経営だからね、やっぱりね。そうですよね。やっぱり不動産は、はい、不動産の方々もちろん社長はね、やっぱり時代の流れを考えてやってるから、はい、その我々に対してすごい、今こうなんだなっていう時代の背景を教えてくれるよね、はい、今きっとここなんだよ、こういうことが今求められてるんでしょう多分、こうやってこの、ね、地域にどん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 人が、ね、住んでって、このマンションに、ね、人が埋め尽くされていくっていう姿もすごく素敵ですよね。地域が変わりますもん ね。これだけサッカーフィールド以上のものがあって、そこに住む人が増えるっていうことは、その地域性がバッとこう、はい、また明るくなってきたり変わってくるわけですもんね。そんな男が胸に刻んだ格言とは。最後にちょっとなりましたが、はい、脇田様のあの格言をお聞かせください。座右の銘というかですね、兼任不罰という言葉が、ございますが、兼任不罰、はい、初めてだ。私ども企業経というのはやはりどうしてもそのいい時ばかりではないもんで、いい時というのは誰でも実は経営というのはできるんですね。でやはりこの経営の悪い時とか、厳しい時ほどやはりじっと耐えて頑張ってやり続けなくちゃいけないと、スポーツ選手とか あのスランプの時ほどやはりどう頑張っていくかということと同じだと思いますので、常にその兼任不罰という言葉を大事にして、社員にもいい時だけではないと、悪い時ほどやはり努力して頑張るということで、みんなで頑張っていきたいなと思っております。いやいや素晴らしいな、本当に我々にそして地域にね、素敵なこう喜びをますます与えになってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。どんな仕事も必ず誰かと関わらなければならない。一人でできることには限界があるし、たとえ自分が何でもできてしまう人間だとしても、周囲との関わりなしに完結する仕事はほとんどないと思う。でも僕らはみんな価値観が違うから、どうしても反りが合わない相手、面倒な相手もいるだろう。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、誰とでも何をやってもうまくいく人の考え方、仕事のやり方。この本を書いたのは株式会社世界代表の松浦拓平さん。大手映画会社出身の松浦さんが、特別な才能がなくても面白い仕事をつかむ秘訣を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。